20世紀初めにフランスのイラストレータージャック・ウェリーが描いた女性美術家・美術家とは日本標準職業分類では彫刻、絵画、美術工芸品などの芸術作品の創作の仕事に従事するものと説明される。また同分類では収入を伴う仕事を職業とするため収入が創作物に対してではなく大学における教育によるものは大学教員。 予備校における教育によるものは、個人教師と分類される。美術の制作者、美術に関わる仕事をする者の,のうち、自身の表現媒体が、平面、立体、などという専門的ジャンルにとらわれない美的表現を、美術的思考のもとに構築し、表現活動を行うプロフェッショナルのこと、アーティストとも。日本の芸術系大学の美術家は、ファインアートデパートメント、 美術学士号はバチェラー・オブ・ファイン・アートと英語表記される。コトバンクによると美術科の説明として日本国語大辞典による定義美術品の制作、研究にあたる人、また美術に巧みな人が紹介されている。 日本標準職業分類 http コロンスラッシュスラッシュ www.stat.go.jp スラッシュインデックススラッシュ seido スラッ、ok、シュ s h o k g y o u スラッシュ htop.htm ありがとうございます。